回までのおさらいをみーちゃんがお送りします。ハイブ仲間の中からギターボーカルとドラムを探すふつこと院長、やっとのことで見つけたのは楽器のできないカメラくん。そんな中、私ギター経験者のアイドル志望ミーハーと出会う。え、ミーハーにはあらゆる部活を1週間で辞めていく悪い噂があったが、ふつこと院長はそんな部分も含め受け入れる。ミーハーがバンドに参加することを決め、あと足りないのはドラムだけ。いい感じじゃん、超楽しそう。それでは今週もどうぞ。ほら、これ。うん、え、嘘ですよね。嘘じゃないってば。ほら、制服。本当だ、うちの制服。ちょくちょくバズってるよ、この子。見たことある。うん、しかも、めちゃくちゃうまいです。でも、顔わかんなくない？私の特技、SNS ストーキング。怖っ。現代の闇ですね。レイはないなら舐めないでもらっていい？もうこのギャルル漫画研究会の子だよ。私よりフォロワー多いからムカつくんだけどね。あ、いた！ギャルル！聞こえてないよね。おーい！めちゃくちゃギャル。何？あの私たち今ハイブリストにある部活でバンドを組んで、ハイブにならないように先生を説得しようと考えておりまして、よかったらドラムでご協力。ドラムとかやってないから無理。絶対どいて。あそこまで拒絶されるとへこむ。ふつこメンタル弱すぎ。でも 100% 無理って感じでしたね。ドラムもやってないって言ってたし。でもあの子中学ではバンドやってたらしいよ。なんかメンバー抜かせて解散したらしいけど。へえ、気強い子なのかな。どうかな、意外とそうじゃないかもよ。バンドやってたことはあるんだ。カノン、またバンドやるんだって。誰から聞いたの？名前わかんないけど、アイドル風の子。やんないよ。まあカノンが誰かと楽しくバンドやるなんて無理だよね。メンバー泣かせるくらいだし。じゃあね。やりたいよ本当は。嘘。ド下手ですね。何？バンドならやらないって言ったじゃん。ついてますよね、嘘。やはり秘密にしてるんですね、このアカウント。バラすの？言わないですよ。だって秘密にしてるんですよね。その代わり一回だけ一緒に演奏しませんか？チュッパチャップス1年分はどうでしょう？なんでそこまでして？楽器できる人からアドバイスを頂戴したいんです。約束だよ。アカウント秘密にするのとチュッパチャップス。はい、もちろん。
じゃあやろっか。雑すぎ、逆にベース正確すぎ、ギター楽譜読んでんの？てかセンスはあると思うけど練習してないのバレバレ。逆にベースは楽譜読みすぎてつまんない。やって楽しい？全然伝わってこないよ。そのきつい言い方わざとだよね。カノンのやってることっていじめじゃない？いじめの自覚ないんだ。ほんと最低。あ、ごめん。じゃあちょっとお待ちください。上手い人はやっぱ的確だね。さすがだわ。指導者増えると助かります。もう一回お願いします。あんた早口だからゆっくり。あ、じゃあまずギターはちょっと雑すぎ。センスはあると思うんだけど、ちょっと今のままだと練習してないのがバレバレだから。で、ベースは逆に正確すぎてつまんない。弾いてる時も楽しそうじゃないし。でもドラム的にはやりやすかった。それとすごい楽しかった。なんていうか意外と素直だよね。てか喋るんだったらもっと最初から喋ってよ。怖がられるかと思って。どっちもどっちですが、音楽のことなら気になりませんね。教えていただいてるわけですし。そんなに楽しかったならさ、やろうよ、バンド。まあ、今の直すんだったらやってもいいけど。で、約束のあれは？え？ないですよ。は？やっぱ嘘ついてたんだ、委員長。すっげーな、嘘じゃないですよ。フェスのグランプリ取ったらもらえるんです、チュッパチャップス1年分。だから死ぬ気で頑張りましょう。そういうことか。グランプリガチで狙うから。ふつこ、食堂行こう。あれ、もう昼休み？ごめん、今日ちょっと用事あって。なんかふつこ前と違くない？ね。歌詞についてなんだけど、思春期のなんかモヤモヤする葛藤と、その葛藤を感じながら変わっていく気持ちとか、いい意味でのすがすがしい諦めとか歌詞で書きたいと思ってて、キモいと思うんだけど、とりあえず読むね。映画に映ってた、ハッピーエンド。やっぱちょっと歌に乗ってないと分かんないかも。軽くでいいから歌ってみてよ。私たちしか聞いてないですから。歌、うん、映画に映ってたハッピーエンドは当たり前だけど作り
ぱなしだって気づいてからはいろんなことを仕方ないからと笑って行けるようになった君はさよならも言わずに行くだろう窓を抜ける風プールサイドみたいな匂いだびっくりしたえ、撮ってたの？僕、ボーカルはふつこさんが歌った方がいいと思う確かに私もそう思うえ、無理無理私歌うなんて無理ででもふつこ音楽好きだよねえ、なんで撮ってたらわかるよずっと乗りたそうにしてるもんまあ私もわかってたけどえバレバレだよ隠さなくてもいいじゃん音楽好きならまあ人には人の事情があります言いたくないなら言わなくてもいいけど話したいなら話してもいいよお姉ちゃんがバンドマンでそれが音楽好きになるきっかけだったんだけどそうなんですかえ憧れるでもみんなが想像してるほどいい話でもなくってお母さんが認めなかったんだよねお姉ちゃんが音楽の道に進むことそんなの絶対許さない続けるんだったら家族辞めるって言ってそれで3年前にお姉ちゃん家出したのお姉ちゃんいなくなってからお母さんも余計音楽嫌いになってて私がバンド好きとかどうしても言えないっていうかお姉さんが家出ですか その状況については承知しましたでは次にボーカルについてですえ弾かないの弾かないですよ。なんで弾くんですか？お姉ちゃんと親が合わなかったってだけじゃん？合わなかっただけ。だし、それはふつこが歌わない理由にはなんなくない？そうかな。むしろ、歌う理由になるのでは？でもさ、止められてもめんどくさいし、とりあえず親には隠しとくってのは？でも、私なんか無理だよ自分で気持ちを書いた歌詞自分で歌って伝えたいとは思いませんかそれはちょっと思うけどじゃあ決まりですねちょっと待って私センターじゃなきゃ嫌だよ本当にいいアイドルはセンターじゃなくても輝くものって誰かの有名なプロデューサーが言ってましたよそっかそうだよねそれなら2日センターは任せたよし今日も食べるぞ これでオリジナルファッション一つください私はいつもので私これでバンド名思いついた発表しますピンクドーナツえさすがにやめましょうよなんでこれじゃんうん美味しいじゃんかわいいじゃんちょっとこれはディストーション歪みって意味なんで
なんか私たちっぽくない？友達とか部活とかみんなが普通にうまくできることをすんなりうまくできない感じが。ああ、ガールズバンドだし、ディストーションガールはどうですか？略すと？ディスグル？ダサ。ひどい。ガール。ダサ。ディス。やばいやばい。全部ダサい。でも私は好きです。私も。うん。いいんじゃない？ディストーションガール。うん。決まった。ディストーションガールだよ、私たち今日から。やった。そうだね。うん。いただきます。あ、ちょっと荒れてる。いや、あ、ほんとに？うん。あ、このちょっとなんか貸してね、ちょっといいやつ。ほら見て、ほら、ちょっと見て、すごいから、これめっちゃ頑張ったの。ほら、めっちゃおしゃれでしょ、うん、すごい。あとはね、もう応募ボタン、応募ボタン押すだけだから。え、ちょ、もう一回もう一回。応募ボタン押すだけって言ったの。あ、耳悪いんじゃない？ちょっと、応募ボタンもう押しちゃう？うん。じゃあ、誰が押す？そこはカメラくんじゃない？いや、何言ってんの？うつこ、押しなよ。じゃあ、うつこ押してよ。押すよ。うん、いいよ。うん、せーの、あはは、できた。うっとるといいね。委員長が祈ってる、見て。瞑想してる。委員長。委員長。委員長。ありがとう。そこ違いますって。委員長は性格すぎなんじゃん。どういうこと？フェツコさん、お待ちください。待ってよ。ねえ、今日の夜ご飯何食べたい？私チュッパチャップスでいいや。え、何？パパ食べたいです。パパ